九州新幹線で乗客と一緒に大量の荷物を運ぶ新たな事業の運用に向けた実証実験が今朝行われ、新鮮な魚が鹿児島中央駅から福岡県の博多駅に運ばれました。普段は多くの人が乗り込む車両内にたくさんの荷物が積み込まれていきます。 JR 九州では労働人口の減少やトラックドライバーの労働時間の規制などの社会的背景から、九州新幹線の客室を活用して大量の荷物を短時間で輸送するサービスを検討しています。今日はスタッフのオペレーションや積み込みにかかる時間などを確認する実証実験が行われ、今朝県内で取れたばかりの新鮮なカツオやブリを入れたおよそ200個の発泡スチロールの箱が新幹線の客室に積み込まれました。200箱という、こう大量の輸送を、実際に実践できたというのがですね、非常に感慨深く思っております。こうした大量で運ぶというふうなですね、需要をもっともっと作っていきたいというふうに思っております。